石山誠です、32歳です。子どもの家空豆の保育園で保育士をしています。で、絵本を作ったきっかけなんですけど、自分たちで著選を始めまして、でその記録として自分たちが今までその放射の問題で、していたことを記録として残しておこうというのがきっかけで、絵本を作ることになりました。で、自分の思いとしてはそのここだけがいいっていうわけじゃなくて、やっぱりいろいろその講演会じゃないですけど、聞いた時に地域の方とかが国は何をやってるんだとか、行政早くしろっていうのはすごく言う話しかなくて、こうでも僕たちは建設的にみんなで力を合わせて協力的にきれいにしていこうという考えをずっと持っていて、その考えを各人っていうか地域の人たちに持ってもらいたくて、その絵本も通してそのみんなで頑張っていこうって、それもみんなっていうのはただ市民、福島市民とか地域の人じゃなくて、国も一緒に行政も一緒に協力して、その今問題になっている放射能をきれいにしていこうっていう思いを絵本にしました。買った時に空間だと 3.8 マイクロシーベルトパーアワーだったんですけど、空間といいますか、空間というと50センチと1メートルを測った時に 3.8、ただ3.8マイクロシーベルトマイクロシーベルトパーアワーで、ただ地表の地面1センチぐらいになるともう 9.0 マイクロシーベルトパーアワーになりました。はい、削っ3センチから5センチ、はい、丁寧に丁寧に削っていくと、だんだんだん下がってきまして、本当に一かきするだけでも 0.12 は 0.1 とか 0.2 ぐらいは下がっていくので、でその5月14日に除染をした時には全体が 0.39 まで下がりました。 9.0 から0.39 まで、はい、で今現在では 0.4 から5をキープしてます、はい、それは今でも毎日ここで測ってらっしゃるんですか？はい、定期的に県の方と国の方が来てくださって、はい、かかっています。